皆さんこんにちは、札幌パークホテルの佐藤です。今回は第3弾ということで、簡単にフライパンまた一つでできる料理をご紹介したいと思います。鶏肉とナスのトマトクリームグラタンの完成です。この料理これでもいいんですけども、もし料理が余ったら、次の日に、ご飯の上に乗っけて、グラタン、ドリア風ですか、ドリア風にアレンジもできますし、パンの上に乗せて、ピザトースト風にもアレンジできますので、皆さんぜひ作ってみてください。